来た。来ました。あ、来ました。とりあえずエクサイバー新中。なんかちょっと横になってない。出てる。ちょっとだからどっちだ。ジェイマイ。どうだ。あ、まだ反映されてないです。あ、いいね。あ、いいですね。オッケー。こんにちは。こんにちは。マネージャーの皆さん、そして、はい、まあ、配信を見てくださってる皆さん、こんにちは。バリシンボーズです。久々のインスタライブですね。というわけで、はい、今あのもうエキスポのリハ中なんですけど、そうですね。そのちょっと合間にみんなでインスタライブやりましょう。はい。まあ、タイトルにもありますけど、ハイアイエックス。そうです。はい、はい、来年2024年。バリシックボーイズの単独のライブツアー、うん、ハイアイエクスを、開催することが決定しまして、うん、はいはい、で今は FC で FC の選考が始まってます。 FC、はいはい、まあなんだかんだ改めて俺らの口から直接みたいなのは、そうだね、オンラインライブ以外はなかったんで、確かに、またちょっとなんか俺らもぶっちゃけまだ本当にセットリストが決まったとかってわけでもないんで、うん、なんかこういうことやりたいねとか、こういうライブにしたいって思いはあるので、うん、なんかそれをちょっとシェアしたいねっていう。そうです。確かに。ですね。ね、リッキー。ね。まあでもそれぞれ、あれですよね、やりたいことだったりとか、うん、こういうこと挑戦してみたいみたいなこと多分あるじゃないですか。はいはい。で僕で言うと、まあ僕はちょっとあれですね、やっぱカバーとか、うん、カバーなんかしていいなって思ってますけどね。ああ、なるほどね。そうですね。それこそ、まあ本当チャンスがあれば先輩方もそれはありですね、全然楽曲をしたりだとか、めちゃくちゃそういう話にはちょっと実際になったりしますね、うん、まだ全然確定ではないんですけど、そういうのもいいんじゃないかなみたいな。何よりバリスティックホーズ来年の5月22でメジャーデビューが5周年になって、そういうでもたら5周年イヤーみたいな形にもなっていくのかなと思うんで、うん、なんかこう先輩方のリスペクトと、やっぱり自分たちって原点なのかなと思うんで、うん、EXILE さんだったりとか先輩方、そういうものをなんかこうバリスティックボーイズらしくなんか感じさせれるようなライブにしたいなとは思いますね、すごい。確かに俺らの強みといえばライブなんで、そうですね、それを証明するライブにしたいですね、うん、Yes。 これってまだ言っちゃダメですか、ミキさん、確認します。まあそれ思ったっすよ、今僕もね、いいんじゃないかな、これは別にいいと思う、俺お大丈夫か、一回言う、はい、ああ、そっちの方がワクワクするんじゃない、うん、そうなんだ、ああ、確かに、あれ別に、え、もう一回来ても来たバンド、あ、言っちゃった、言っちゃったバンド、確かにです、言っちゃおう、じゃあミキさんお願いします。そうですね、僕それこそね、コロナで中止になってしまった、はい、一番最初のライブ、うん、BBG の時はね、うん、生バンドだったんですよ。そうです、そうね、あれは幻の参考演ね、はい、うんうん、はい、すごいこう流れも良くなりましたし、うん、やっぱ僕ら音楽が強みなんで、うん、よりそうなの、強く楽しいライブしたいなと思って、はい、次はバンドです、バンドでいきます、バンドです、バンドでいきます、より俺らのこのライブの良さを引き出してくれるのがやっぱバンドだと思う。やっぱあるライブ全然違うね、やっぱ This is the life。 そうだね、ここはもう俺らメンバーからもね、もう絶対的にまだやりたいですっていうのをお願いして、うん、お願いしたんで叶いました。もう僕勝手やっちゃいますもん。ミクさん勝手やっちゃいました。ミクさんはもう歌わずに全部ドラムでいいっす。いやいやいや、それはむずいな。全ドラムで、全ドラムで成長するだろう。生バンドやばいよね。いや結構コメントでも上がるよね、きたーってなったんですね。きた。で実はパス・ザ・マイクとか、うん、ネクストもそうなんですけど、ツアー始まるその構成組するときに、うん、毎回言ってたんだよね、やりたいね、バンドやらせてください、うん、でもやっぱちょっといろんな兼ね合いでずっとできなかったんですよ、うん、それが念願のね、念願の、ついに僕たちもその力を手に入れたのかと、うん、いうことで流星のバイオリン聴けます。バイオリンやばい。やばいね、もう買ったしね、買ったよ、もうね、そうなんだよ、もうめっちゃ練習してる。まだ確定ではないけどね、練習はしてんだよ、練習できしたいよ。そうです、でも本当にやっぱこの普段ね、多分僕らのライブをこう見に来てく
ったことある方でも生バンド聞いたことないと思うんで、うん、そんなに機会ないじゃないですか。そうだね。まあ、ライジンさんツアーワールドとかも、うん、やらせてもらいましたけど、うん、だからより楽しく分厚い内容になると思うんで、ね、バンドなだけでも可能性が無限大というかさ、本当なんだよ、うん、こうね、こういう風に表現できるっていうのがいっぱいあるんで、俺らも弾きたいね、うん、まあね、できたらやりたいね、オンラインライブでやりましょう、うん、またやれたらいいな。そうだね。ちなみにそんな今話してるハイアイリックスは4月からスタートしますね。はい、来年の、4月です。川切は岩手、はい、東北ですけど、はい、東北といえば流星さん、流星さん、はい、自分もはい。どうですか岩手は行きたかったですか。それは行きたいでしょ。ほら、来ましたよ。こんなこと聞かないで。そう、決まってることだ。決まってる。聞かなくてもいい。ここにも、いろんな場所に行きますもんね。うん、そうだね。うん、だってそれこそ、北海道とかも、うん、そうだね。単独ツアーでは初めてじゃない。念願の単独ツアーだ。そうですね。ずっと言ってたよね。うわぁ、マジか、美味しいご飯を食べれるのか。そうですよ、まあ、ツアーの醍醐味ですよ、はい、あとね、多分初めて、うん、誕生日当日ライブ、そっか、なんだかんだ初めてですよ。なかったんで来た、いい、ね、次の日だとかだった、ま、そう4月1日、はい、場所は茨城です。茨城の水戸市民会館、はい、これじゃあもう一緒に誕生日祝いましょうよ。これはもうバースデーだからさ、今までメンバー結構あったじゃん。うん。だからなんか結構楽しみかもしれない。おお。今回は僕もあります。お？え？俺もう本当なんかこの時期多いんだ。多いだろうね。場所は？高崎芸術劇場、うん、大劇場です。大劇場さん、それお願いします。任せてください。お願いします。実は僕もあります。おお。5月26日、僕の母の誕生日。あら、おい、純ちゃんか。あれ、でもなんか前もだった。前ありがち。今見たらあった。あと、僕ら、なんて言っても僕らのバースデーがね。そうだよ。びっくりした、お前、超えてるか、びっくりした。アクトシティ、浜松大ホールでありますから。5月22日。はい。これやばい。これはやばいですね。5周年。お祭りです。うん、だからね、多分最低皆さん、多分4回は来ないとダメなんですよね。もう誕生日だからね。そう、もうフルで祝いたいなら。で、ミクあるでしょ、うん、で、俺もあって、うん、で、ミキのママもあるでしょ、で、デビューがあるでしょ、あら、デビューやる、まあ、で、まあ、初日だってラストだから、ね、ラストでしょ、北海道もさ、ね、まあね、全部すみません、皆さん、すみませんお願いします。バリーズはもうマストで、もう、そうね、でもその分楽しませちゃうよみたいな、いや、当たり前じゃないですか。まあね、来れるところは、ぜひ来ていただけると毎公演違う楽しみをお届けするんで、ぜひ来てください。来れるとこだけでも。やっぱね、前回のネクストのライブが結構嬉しいことに、いいって言ってもらうことが多かったので、そうだね、逆にね、それをさらに越していかなきゃいけないっていうプレッシャーもありまして、まあそうですよね、本気で僕ら、ハイエイエクス作り込むんで、皆さん、マジで期待してもらって、うん、そうね、楽しさあり、感動もあり、楽しさ、そして、あとは楽しさでしょ。あとは何ですか。迷う必要ある、いいね。コメント、あ、いいね、いいね。加納さんは個人的にどこが楽しみですか。まあ、やっぱもちろんバンドっていうのはね、うん、その BBZ 以来の最初そうですね、あれ以来だったんで、すっごい毎公演行ってたじゃん、毎公演とか毎ライブツアー行ってたじゃないですか、うん、やるかなって、結局まあできなかった、いろいろね、中で今回予約できるっていうのは僕にとって本当に感想をしたいですし、うんうん、その全国にね、みんなにこのライブでの、うん、バンドでのバリスティックボイスのライブっていうのを、うん、ぜひ見てほしいなと思いますね。はい、そうだね、一度見たらもうこれはもう抜けれないです。中毒です。はい、沼りますか。沼っちゃいます。マジバリ中。バリ中。バリ中。だからこそやっぱバリーズの皆さんにはぜひ、ね、仲間を増やしたいし、うん、だからその友達とかをね、ぜひ連れてきてほしいですよね。確かに、ぜひ、うん、まあ、僕らもそう思わせれるように頑張らないといけないですね。いや、楽しみですね。バンドいいわ。バンドやばくないぞ。なんだろうね、まあ、いっぱいやりたいことあるけどな。あとやっぱ、ネクストでやったサイン返して、こう、当たっ
とりあえず寝てとか、うん、でもコミュニケーション取れるのも結構楽しかったっ、ね、そう、うん、出身地とか逆にこの際に皆さんにこういうのを見たいみたいな今のうち出しておけば全然反映できるこういう企画まだ完璧には決まってないんでちょっと皆さんなんかあごめんだね、うん、こういう演出とか客席2階から登場してほしいと全然あり意見としてはね、実現はあれですけどできるかもしれない、はい、クレーンに連れしてもらってたかも言うだけは頼むです、はい、DT みたいです DT ね、おー、ちょっとそれは感想ですまあでも、いややりたいね、考えてましたもんね、はい、気合入ってますよ、はいやる方向ではいるかもしれないですね、今お姉で歌ってほしい、あ、それも考えてほしい考えてない、そっけあんま良くないね、それは隠してほしいアニマル英語バージョン、うん、英語バージョンとかもいいですねメンプロあの皆さん、メンプロってやっぱり言ってもらえますよね、うん、でも今の僕たちじゃねまあそうです、まあ、まあまあ、限りがあるんでものがあるんでまあでもグッズはもちろん僕らで考えて用意してますし そうですね、その中にねそうだよ個人個人のメンプロじゃなくても俺らが考えたグッズがいっぱいありますはいはい、うん、俺らのグッズは全部メンプロだぜそうだよメンプロプロデュースですから正直一個一個デザイン考えてますもんね、ま、本当にやっぱカバーも多いねカバーいいですね確かにあとはあのホールだからこそ行けるこうわかんないですけどステージにこう降りたりとかいうね、はい、こともちょっと、うん、してみたいねもう一回やっちゃいましょうねバリーズと綱引きあなるほど三振りだ撮影 OK 曲欲しいそれもね、うん、まあまあ全然考えれますねもちろん、ね、誰かやってたよ三代目さんがホールのステージだったらやばいステージ端からしたんだよいやいや、クセやりますって綱引きやってたもんねそれはなるほどねカバー曲やってきますね短パンパフォーマンスどういうことそういうのはFC イベントで考えるんで確かに、ねはい、入れ替えとかももちろんそうねはい、まあ、ちょっとカッコつけさせてよそうだライブたまにはねねおやおや確かにまあそれこそあと何の曲見たいかね、うんうん、まあ新曲もあるだろうし、うん、というね新曲あるんすか7人連続アクロバット見たいなもう言うじゃん言うじゃんそれこそ BBG の系だねやってたねライブツアーで7人連続っていうあれすごかったデデ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 デあれやばいね結構すごいなあれって年長組で1曲くださいああいいね2人でとか、ね、そういうのいいかもしれないあとね俺翔吉さんのライブこの前見に行ってたのさ、はい、あのファイナル東京、うん、で翔吉さんもやっぱ生バンドであの一切踊りなしだった翔吉さんも俺もうミュージシャンのライブみたいなうもうひたすらいろんな楽器やってでそれこそ点上げとかもやってて、俺あのなんか自分が携わった楽曲もいろいろやってたのあの僕ら以外の楽器だったら、なんか点上げとかもうわバンドでこういう見せ方もできるんだとかも思ったりとか、なるほどね。あとなんかバンドだからこそやっぱりそのアドリブが効くから、うんうん、なんか翔吉さんはなんかご当地出身歌手のカバーとかもやったりしてて、ご当地の有名な人のカバーでもわすごい面白いなと思って、なんかやれること本当いっぱいだなっていうのと、確かにです確かに。かもなんかやりやすい時代にもなってきてんのかなと思うから。楽しみだね、そういうの。そういうことなんか CL のキーミュージックとかでやった曲。ああ、全然そういうのもね。生で聴きたいっていう人もいたりしましたよ。まあ、続きはちょっと CL の方でやりますから、そうだね、時間なんで、うん。そうね。CL でも皆さんからの、ね、やってほしい意見を募集しますんで、はい、よかったら CL も見てください。引き続き CL に行ってください。はい、お願いします。続く。ありがとうございます。皆さんライブ来てくださいね。待ってます。待ってます。ありがとうございます。